タコさん興味あるね。パラパラパラ、うん、チョコレート界だけこれはうまいな。そのお土産にもいいかもしれないな、これ。ウェルカムトゥビッグイデチャンネル、久しぶりの我が家のキッチンから、なんと今日はこの OCD クッキーといって、まあ、オブセッシブクッキーディスオーラー。 OCD というのは極端に綺麗好きとか、まあ、病的に綺麗好きとかっていうんだけども、まあ、クッキーでオブセッシブクッキーディスオーラー、まあ、OCD にかけて、まあ、実はこれ友達がやってるロサンゼルスにあるクッキー会社で、今アメリカでは、まあ、日本でもそうだって聞いたんだけども、こういったなんつう分厚いクッキーというかが流行ってる、ね、何個か有名な会社があって、まあ、そのうちもこれはそのうちの一つ OCD クッキーということで、今回なんとこのがチョコレートとチョコレートベースの味と、これがまあレモンベースの味ということで、なんとこの天下ケレエクスタシー、これアイリスカイブアイリスがデザインしたクッキーと、でこれがドラゴンズデライトということで、これはこれがまあデザインして、このフルーツベースでということで、まあ、レモン味、こっちはまあなんだろう、ブラウニー系チョコレート味で、俺もまあもちろんチョコレートガイなのでチョコレート味が好きなんだけれども、アイリスはこのチョコレート作るということでこのフルーツ味にしたわけで、これ俺まだ1週間前ぐらいにこれ入ったばかりで、でまあこれちなみにプロテインとかハイプロテインとかそういうクッキーじゃなくて、単純メーカーにこれチートミール、普通の砂糖がガンガンに入ったチートミールということで、まあチートミールでクッキーっていうのは、まあ、オリンピアでもバックステージにこのクッキーが置いてあるぐらいなんで、まあ流行りだな。まあインスタグラムとかでも結構そのクッキーの会社で美味しそうなクッキーをみんな調整中に見ながら、あこれを終わったら食べようというふうに見てると思うんだけど、では早速、まあ俺これまだ食べてない、まだ試してないんだけど、まずは、まあ、俺がデザインしたこのドラゴンズデライトね。でこれ重さ結構ずっしりとした、この重さ何グラムあるかというと180グラム、これももうちょっと重いかな、200グラム、すごいね、200グラムのクッキーだね、すごいな、重量がまずすごいと。でちょっとねこれ見た感じ、まあナッツとかチョコレートは結構見えるけれど、まあ、さっきも言ったようにこれフルーツ系、チョコレート系ではなくフルーツ系、こう切って、おこれずっしりしてんな、何キロカロリーぐらいなんだろう、まあ普通の人だとこれ1個は多いよな、まあこんな感じで、ちょっと食べて、うん、あ、うん、あ、なんとも言えない、だからレモンかな、やばい、詰まり具合がすごい、だから今これちっちゃいピースあったけども、なんかかじるのがすげえ重作業、重労働っていうか、すごいきっちり詰まってる感じで、うまいなこれ、フルーツ系なんだけれども、なんて言ったらいいんだろう、まあ、レモンの酸っぱい感じはややするんだけれども、なんかその酸っぱすぎる感じもなくて、ナッツのこの歯触りが食べ結構悪いね、うん、これオレオかな、もう黒いのはクッキーは、あ、さくらさん、さくらさんも興味あるね、なんですか、うん、これ1個食べると1個食べるのは結構な量だな、これは、まあ、4分の1ぐらいずつちょっとずつ食べてもいいかもね、まあ、200g のこのアイリス 10×10×X だし、うわこれもすごいな、詰まり具合がすごい、うん、ちょっとこれぐらいのピースでいただきます、うん、ピーナッツバター、ピーナッツバターと、うん、どっちもうまいけど、
悔しいな。アイリスチョコレート買いだけこれはうまいな。チョコレート好きにはこれたまんないね。これはとにかくずっしりしてるのと、あと甘い、甘いチョコレート好きにはおすすめで、こっちはちょっとさっぱり系でも、まあ両方頼んでほしいな。でこれボディカフェで販売始めたので、OCD クッキーね、オブセッシドクッキーディソール、これボディカフェで販売中。もうまあコンテスト、ほとんどのコンテスト終わって、あとはレジェンドクラシックか、まあ、あ、ダメだ、ジャパンオープンとかもあるのか、まだ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 コンテストあるね。まあこれからコンテスト出て、そのお土産にもいいかもしれないな、これだから応援してる選手がコンテストの後これ食べれるようにね、今すぐ注文、さくらさん。はい、ごめんね、クッキー食べたらダメだね、さくらね、クッキーは食べれないということで、ごちそうさまでした。